野田総理が平成21年、キャバクラ FV など延べ11件、約21万円を政治資金、政治活動として出してしまって、これは総理自身修正されてますね。ところが、政治資金や政治資金規正法や、あるいは公職選挙法を司る最高責任者である川端総務大臣、私、総務委員会でも、この話を、この問題を30分ぐらいやり取りいたしましたが、確たるお答えがいただけなかったんですが、ニューハーフショー、それから、キャバクラなど、延べ18件、約150万円を支出しておられます。しかも、平成19年以降の人だけは公表したんですが、その前、お手元にある新聞記事でわかるように、6000万円以上の、事務所費を、明らかにしないまま、計上しておられます。しかもこのニューハーフショーはただにダンスを見るだけのショーでございまして、この間の衆議院選挙の直前に行われておりますので、接待強要の、買収的な要素はないのかという質問に対しても総務大臣は答えていただけませんでした。前田国土交通大臣、平成22年。そして、今日おいでいただいていると思いますが、岩本司農林水産副大臣の平成22年の問題なんですが、岩本農林水産副大臣は、川端グループに属していらっしゃいます。そして川端、当時文部科学大臣のこの疑惑については、文部科学委員会でも、散々追及され、大臣は回答を渋っておられましたが、それが、22年になって、岩本大臣の方に、この、キャバクラ UB など延べ30件72万円、うち、風営法違反、無許可営業が2件もあり、宣伝に国会議員が来ているという宣伝にもなっているという報道とも出ておりますが、これは、あの文部科学大臣時代に川端大臣反省するとおっしゃって、で、正すとおっしゃって、で、それが岩本農林水産副大臣の方に流れているかのような流れですけれども、今、ここで明らかになっているだけでも、総理を含めて4名ですよ。こういう政治資金の使い方が、民主党が1円たりとも、おろそかにせず明らかにしろと平成19年に追及した政治と金の問題の解決法なんでしょうか。総理、これは違うんじゃないですか。そして、前原誠二、政調会長、今まさに消費税増税も含めて、国民に痛みを強いるかどうかの民主党における最高決定権者ですが、領収書の偽造疑惑、これも私、総務委員会で、お話しさせていただきました。手元について、手元にお配りしているものの中で、すべて同じ筆跡の手書き、押印、印紙もない領収書が209枚ございます。で、そのうち一部はですね、明らかに架空なんです。存在しないお店なんです。そして、あるホテルにおいては、こういう市販の領収書を我々が使うことはありえないと、回答しております。ですから、いや、当時は、書き写しが認められたという可能性もあるかもしれないということで、総務委員会での追及は終わっているんですけれども、原本は見つかったのか。仮に見つかってないんでしたら、これは、総務大臣自身がお答えになったように、明らかに、法律に違反しておりますので、違反があると、知った場合は、公務員は告発の義務がございます。政治資金課長にも何回か説明をしておりますので、告発いただけるんでしょうか。川端大臣お答えください。川端大臣。いろいろ、お答えいたします。いろいろと私のことをお触れいただきます。かて8年前から4年前にかけて、ご指摘のような事実があったことは事実であります。私としてはいろいろご批判もいただきまして、こういうことは不適切な手術であることは認識をいたしております。これで、指摘された以降、私に関連する政治団体は一切こういうことに手術しないということで、数年前からそういう対処をしているところでございます。また事務所費の問題は、いろいろご指摘いただきましたが、法にのっとって、事務所費として計上すべきものはすべて、透明で、公正に、適切、正確に公表してまいりました。そして直近の3年分に関して、党本部において2時間、すべての商標を開示し、説明責任を果たしたところでございます。そして、これは、商標の義務含めて、3年分、報道では22年間で合計した分で書かれましたけれども、1年150万から200万の適切な手術であることを、まず申し上げておきたいと思います。そして今、政治団体の商標の件についてでありますが、法令違反云々ではなくて、平成19年度分の収支報告書までは、領収書等の原本をコピーしたものでなく、領収書等の内容を
パソコンや手書きで写したものも認められておりました。しかもそれは、原本が地方票等で政治団体が保管しているときにコピー等ができない状況のときには写してもいいという法律でありますので、直ちに法令違反云々ということには当たらないというふうに認識をしております。以上です。はい、片山さつきさん。でも存在しない店舗があり原本がないということであればやはり非常に疑わしいと思います。いずれにしても野田内閣、我々は市川防衛大臣と山岡大臣にレッドカードを出しますが、他にまさに政治資金を司る大臣がいろいろな疑惑を抱えているという意味でイエローカードだらけ、まさにカード破綻内閣じゃないかと思います。それから本当に蓮舫大臣、領収書疑惑、事務所費疑惑のときに、あなたは、松岡大臣の事務所に入り込んで、1円たりとも全部過去まで明らかにするべきではないかと迫ったわけですよね。そうであれば、野田大臣、野田総理、ぜひ、この全閣僚政務三役に、こういった資質があるのかないのか、全関係団体含めて1円に至るまで、きっちりと明らかにして、説明していただきたいと思います。最後に、民主党の組合費との関係ですけれども、23年も24年もですね、組合関係費の、組合関係費の政治資金としての、組合関係費の税金からの控除を認めようという要求を出しておりますが、これは組合に入るかどうかという本人の意思も含めて非常に不適切で、我々は取り下げをずっと要求しております。安住大臣に伺います。民進党の中でも、これは取り下げていただきたいという声があるので、ぜひやめていただきたいと思います。以上でございます。それは要望ということで処理させていただきたいと思います。